チャラ君です。さっき3番のエンジンオイル交換したんですけど、ついでにアルトの方も交換していきたいと思います。はい、それでは早速始めていきます。まずですね、エンジンキャップの方取っていきます。オイルの方抜いていきます。ちょっとアルトはですね、金色のとこなんですけど、あれちょっとねアクセスしにくいんで、あそこ左にハンドル切ってちょっとスペースを作ってます。よいしょ。今回はですね、もうオイルフィルターも一緒に交換しちゃいます。バンパー7にあるオイルフィルターを交換します。じゃあ、行きましょう。オイルフィルターをします。新しいオイルをこのところに塗ってきました。つけていきます。オイルフィルター手でもいいらしい。大きいしまいなんで、